放送席、放送席、そして東京ドームにお集まりのタイガースファンの皆さん、今日のヒーローは今夜も完投勝利、青柳晃洋投手です。ナイスピッチングでした。プロ入り最多タイの129球の熱投、9回までマウンドを守り抜きました。ご自身のピッチング振り返ってください。そうですね、まあ、昨日までの2連戦か、まあ、中継ぎが頑張ってくれてたので、まあ、本当少しでも長いイニング投げようと思って頑張りました。そして青柳投手、これで2試合連続の完投勝利ということになりました。9回までマウンドを守り抜いた、その気持ちはいかがでしょうか。そうですね、やっぱゲーム終了の時にマウンドに入れるというのはすごい嬉しいことなので、どん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 9回まで投げていきたいなと思います。これで今シーズンは3戦3勝、前の2勝は連敗を止める勝利でした。そして今日は連勝を伸ばす勝利でした。まさに青柳投手のピッチングがチームを変える原動力になっているんじゃないでしょうか。どうなんですかね、まあ、たまたま勝ってるだけなんで、まあ、今本当いい流れできてるんで、まあ、このまま明日も勝って連勝伸ばすように頑張ってもらうと思います。そしてチームは今シーズン最長となります4連勝になりました。巻き返しを期待しているファンの皆さんに力強いメッセージをお願いします。そうですね、チームこういう状況でもやっぱこんだけの方が応援に来てくれるというのはすごい嬉しいことなので、まあ、この声援を力に変えてまだまだ上目指して頑張るので応援よろしくお願いします。2試合連続の完投勝利、青柳晃洋投手でした。放送席どうぞ。